誰かと思ったらお前か。宿題はやったのか？やってない。お前ふざけんなよ。うちで預かってる以上は、俺がお前の保護者だ。言うことはちゃんと聞け。うん。学校なんて行きたくない。で？ああ、そう。早くうちで働きたいんだ。わかった。こっちへ来い。調子乗んなよ。てめえにできるほど甘ったるい仕事じゃねえよ。縁あって同じ屋根の下に住まわせてやってるが、組織に入れるとは一言も言ってねえ。それにな、お前が思ってるほどいい仕事じゃねえよ。早く大人になりたい？何があったのか知らないが、だったらもっと勉強して賢くなんな。わかった。わかったらとっとと部屋に戻って宿題やれ。いいな。あのガキ増せやがって。もうそんな年になったのか。ほら、タバコの箱どこ行った？もう吸い切ったんだっけな。この年になると忘れっぽくて困る。くそ。買いに行くか？あ？おい、お前部屋戻ったんじゃなかったのか？こんなとこで何して？お前、それ、俺のタバコじゃねえか。おい、女がタバコなんて吸うもんじゃねえぞ。あ？大人になりたい。このバカ。大人ってのはそう単純なもんじゃねえんだよ。勝手にタバコくすねやがって。なくしたと思ったじゃねえか。何泣いてんだ。このままじゃお前、タバコだけじゃなくて、いろんなやべえもんに手出しちまいそうだな。わかったよ。俺がお前に教えてやる。大人ってやつをな。来い。この中へ入れ。鼻がもげそうだろう。この中はいつもそうだ。まともな人間なんて一人もいねえからよ。さあ、あそこを見ろ。縛られてる男がいるのわかるか？ああ。あいつはな、一年前にうちの組織の幹部を撃ち殺した男だ。ただ殺すんじゃ生ぬるいんでな。ここで監禁してるんだよ。うちの鉄の掟、お前知ってるか？そうだ。仲間に手を出した奴は、何があっても許すべからず。
お前の目の前にいるのは、その滞在人だ。お前、この銃であいつを撃て。ん？大人になりてんだろ。学校よりも、組織で学びてえと言ったのはお前だ。やれるよな。じゃあやれ。おいおい、手震えてんじゃねえか。大人のくせに拳銃すらまともに持てねえのかよ、ザーコ。所詮そんなもんか。弱いくせに、ボスに向かって、散々でかい口叩いたんだ。落とし前つけろ。早く、やってみろよ。うん？どうした？なんでお前が座り込むんだよ。まさか怖いのか？顔真っ青だな。やっぱりやめておくか？お前にはまだ早かったんだよ。そうか。じゃあ銃を返せ。よし。じゃあ、死ぬのはお前だ。ん？何を甘えたこと言ってんだ。大人ってのはな、一度拳銃を握ったら、撃つか撃たれるか、なんだよ。撃たなかった時点でお前は死んだ。この銃を抵抗もせず俺に返した時点で、将来の期待値もゼロだ。ごめんなさい。ダメだ。だって、大人になりたいんだろ？教えてほしいんだろ？お前がここで死んだら、お前のことは、ちゃんと大人用の棺に入れてやるよ。3、2、1、バーン。なんてな。俺がお前を撃つわけないだろう。これにて授業終了だ。って、あれ？気絶してる？な、本当にしょうもないガキだな。目つむってりゃ、かわいいんだけどな。よう、目を覚ましたか？何を慌ててるんだ。嫌な夢でも見たのか？あ？そりゃ生きてるよ。俺がお前を殺すわけないだろう。ただからかってやっただけさ。あまりにも大人になりて、大人になりてえとうるさかったんでな。あ、なに、おいおい、何を泣きわめいてんだ。暑苦しいからくっつくな。本当にガキだな。それより、なんであんなに大人にこだわったんだよ。世の中、子供に戻りて大人の方が圧倒的に多いんだぜ。あ？私を住まわせることを反対されてるのを知ってる。
誰から聞いた？ああ、この前の会議か。お前まだ起きてたんだな。聞き耳とは行儀が良くないな。お前が気に病むことじゃねえよ。私のせいでボスが。考えすぎだ。あいつらだって好きで俺についてきてる。気に食わなきゃ勝手に辞めるさ。それに俺が少しばかり威厳を失うくらいどうってことない。いいんだよ。いいんだ。お前の生活の方が大事だから。はぁ、子供はよ、めんどくせえこと考えずに飯食う権利がある。学校に行く権利がある。笑う権利がある。だから甘えられるうちに甘えておけ。いつかお前も俺の気持ちがわかるさ。それまではまだまだガキのままだな。さて、そろそろ寝ろ。起きたばっか？いいから寝ろ。仕方ないな。こっち来い。よいしょ。くっつかなきゃ熟睡できないなんて。相変わらず可愛いとこあるよな。よしよし。今日は意地悪して悪かったよ。もう？大人になりたいなんて言わない？そりゃよかった。明日からはちゃんと宿題やれよ。